私たち再開するところから作らせていただきますので、はい、お願いします。はい、はい、カットです。ありがとうございます。ありがとうございました。しかも見てこの傘、日傘もう女優気取りやね。やだやだ、後ろが。世界が広がるというか、自分でどんどん外に出ていいんだって、もうワク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 して、久しぶりです。あ、久しぶりです。こんにちは。こんにちは。去年の HCR ぶりぐらいですね。そうですね。病気の進行とともに車椅子を使わなければ生活できなくなってきたんですけど、初め手動だったんですね。その時はもうちょっとした段差でも乗り越えられなかったですし、あとスロープもダメだし、何よりうちの前が坂なので、家から一人で外に出ることができなくて、初めてそのデモ機で、今まで自分の家から手動の車椅子で出れなかったのに、一人で家の前の坂を登って駅まで行って、で都内まで出て友達に会ったんですね。その時に、あ、これがあれば私どこでも行けるって思ってもうなんか世界が広がるというか、自分でどんどん外に出ていいんだって、もうワク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 して、電動車椅子を使ってそれが初めて獲得したわけじゃなくてですね、以前もう通常にされてたことなので、こう変わりましたっていうよりかは、まあ、取り戻したというかですね、再獲得というかですね、私はそういう表現が好きで、最近はご高齢者の方にも乗っていただきたいなと、当たり前のようにね、アシストを使ってもらいたいなと、ヤマハで電動アシスト自転車ってあると思うんですけども、まあ、その技術をそのまま応用してですね、車椅子ですので、ハンドリムを自分で漕ぐと補助が入ってくれて楽々漕げると、まあ、一般的な老化現象ですよね。そういったものでだんだんとこう足腰が弱ってきて、自分では外に出れなくなっちゃったりとかですね、まあ、漕ごうと思っても室内でも辛いし、だんだんこう意欲の低下というかですね、自室での閉じこもり状態になっちゃうんですよね。やっぱ手動車椅子一度経験ある方はね、もうこんな大変なもの乗ってられるかっていうのがあってですね、でアシスト乗るとやっぱその経験と全く違った世界が広がるので、うわ何これって、こんなものあったんだ。病気があっても障害者であっても、こうどんどん自分のしたいことをこう、まあ、突き詰めてというか求めていってもいいと思いますし、あとはどんどん世界を広げて、いろんなところに飛び出していってほしいなって思います。障害を持つっていうことも特別じゃないんですよね。こう視力がこう落ちたらね、普通にこう眼鏡をかけて視力を取り戻すようにですね、当たり前にあるっていうのがいいかなと思いますね。どちらかというと日本はハード面のね、バリアフリーは進み始めたかなと思うけども、心のバリアフリーっていうか、そういったところはまだまだ遅れてると思いますから、当たり前に障害をお持ちの方もご高齢者の方も電動車椅子を使ってですね、行動範囲を広げてもらって、そして周りからも特別な目で見られない、そういうやっぱ世の中になっててほしいですよね。
revs your heart, Yamaha.